はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをですねキンキンに凍らして食べてみるフリーズシリーズ、これをねやってみようと思います。よろしくお願いします。さあこれねフリーズシリーズなんですけども、僕がですね小学校の時に初めて出会った冷凍みかんですね、あれがもう衝撃で、凍らしたらこんなにうめえもんがあるんだと思ってびっくりしたわけですよ。その衝撃をね超えるものを探し求めております。で、動画にいただいたコメントリクエストの紹介です。武田浩二さんからですね、今日はこの中で8番ですね、冷凍ヨーグルト、これをねやってみようと思います。さあもうすでに、ね、用意してます。で、冷凍庫から出してね10分経過してます。こっちが普通のヨーグルトですね。叩きます。まあ、プラスチックの音がします。さあこっちですね、見た目に凍ってるんですけども、キンキンですね、凍ってますね。開けてみたいと思います。うわ盛り上がってますね、すげえな。こっちも開けましょうか。うわー色がちょっと違う、凍ってますね、美味しそうですね。普通のヨーグルトはね当然めちゃめちゃ美味しそうですね。外して食べれないと思います。うわあめっちゃ硬いわ、ダメだ、歯が立たないですね。今日はですね、どれぐらい放置すると自然解凍して美味しく食べれるのかを知りたいんで、すでに10分15分経過してるんで、あとね45分放置して冷凍庫から出して1時間後の状態を作って食べてみようかなと思います。さあ1時間経ちました。ちょっとね見ていきましょう。どうでしょうかね、まだ硬いな。刺してみたいと思います。あ、いけるいけるいける。ちょっと硬いんですけどね、でもね1時間以上待てないと思うんですよ。やっぱり1時間半2時間もねお腹減って待てなくないですか。よし食べてみます。うーんうまっ。うん、でも今日のやつはですね、こうなんとなく想像つくんですよね。フローズンヨーグルトっていう言葉があるぐらいで、こう凍らせるのと相性はいいのかなっていうのはやっぱね思うんですよね。ヨーグルトってでもそのままも美味しいんですよね。うまっ。もうこっちの方がうまい。これをこうしていってみようか。美味しいんですけど、いや美味しい、いやでもこっちの方が美味しいな。はい、お疲れ様でした。ちょっと今日はですねヨーグルトをですねキンキンに凍らして食べてみました。で、冷凍庫から出してすぐだともうねキンキンでガチガチで食べれたもんじゃないです。で、今夏場でエアコンつけてます。この状況で1時間ぐらい放置するとまあ食べやすい感じに解凍できました。あとはフローズンヨーグルトって言葉の響きとかすっごい好きなんですけど、こうやってねこう両方見ながら食べ比べするとですね、もう凍らしたヨーグルトもね美味しそうなんですけども、やっぱりね普通のヨーグルトの方はねうまいですね。はい、ということでね今日のやつはね75点ですね。好き嫌い好みがあると思うんでね、なんともちょっと言えないですけども、で僕ね普段こんなことやらないんですけど、今日やってみると意外とね100点は超えてこなかったなって感じです。はい、ということで今回ねリクエストくれた武田浩二さんですね、ありがとうございました。ちょっとね何でもかんでも凍らすのはやめます。これ絶対うまいと思うんだよなっていうものをしっかり凍らしていこうと思うんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。フローズンヨーグルトって言葉の響きは好き。これ結局今ですね冷凍の方をですね普通の方に入れて一緒に食べることになってて、これだったら美味しそう。でも1個でいいしね、こんな2個も食べないしね普通ね。わ、一緒に食べたら美味しいわ。そのままの方が絶対美味しいわ。うんま。
ちゃうまい。